それではキッズ部門第3位の発表です。第3位入賞したのはネイバーフッの発表です。ノースクロー。バンスティキリバンスティキリバンハニーアジャタロプ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 ロI gave a oopsie daisy, now you got the crazy Crazy with the books, totally cool, where's the gravy? So one, two, buckle my, Sue, yeah, but do Himity, who, crack a bruise, a trick or treat, two, you reclash Everybody, all my people with the drinks in your cups Turn the motherfuckers up and go nuts, go nuts いよいよナンバーワンサマーフェスタ2015ダンスコンテストキッズ部門ナンバーワンに輝いたチームの発表です。ビルケイコングラチュレーション。優勝は昨年に続き2連覇となったリル K。今年はダンスバトルのキッズジュニア部門も制し、見事2冠を達成しました。それでは現地インタビューをご覧ください。リルケイにインタビュー。バトルと2冠した感想をお願いします。2on2 で優勝したことがなかったからめっちゃ嬉しいし、コンテストも2連覇できたからめっちゃ嬉しいです。まあ、リル K にやるのをほんまに出せたと思うので嬉しいです。毎日練習で欠かさずやっていることはありますか？とりあえず絶対最初はストレッチをして怪我をしないように、まあ、練習
とかもそうやけど、でも普段の生活とかでも危ないこととかはほんまにあんまりしないかな。なんかとりあえず自分の体を守らないとダンスはできないから、そこを大切にやったり、まあ、なんか2人にあるものを練習で絶対に練習で出さないと本番では出されへんから、そこを意識していつも練習にかかってます。なんなん。先週放送したレンもそうでしたが、チームにとってより効果的なストレッチを取り入れています。ダンサーとしての体のケア、練習に対する考え方はまさにプロレベル。トップに登っていくチームはやはり違います。15特集、5週にわたって全部門を紹介しました。最後はフォトスライドショーをご覧ください。喧嘩とかしたりしますか？普通になんかしょうもないけどするけど、でも結局喧嘩は今までしてきたけど、やっぱりここまで来れたから、まあなんか結局仲直りできたみたいな。お付き合いみたいな。お付き合いなら口喧嘩。口喧嘩。一つ上やからも絶対負ける。さあ、それではここで視聴者プレゼントのコーナー。イエーイ。イエーイ。ナンバーワンサマーフェスタの T シャツをご覧の皆様に視聴者プレゼントいたします。ビートライブのホームページからビートライブ TV のページにアクセスしてください。そこに応募フォームがありますので、必要事項を記入して送信してください。締め切りは日曜日です。どしどしご応募待ってます。さあ、次回ですが10月9日金曜日夜11時半からの放送になります。はい、以降は毎週金曜日の放送になります。7月に放送日が変わったばかりでご迷惑をおかけしますが、どうぞ今後もビートライブ TV をよろしくお願いいたします。ということで、今後の予告映像をご覧いただきましょう。どうぞ。楽しみな映像が続々控えてますね。はい、ということでビートライブ TV はこれからもストリートダンスの楽しさと素晴らしさを伝えていきます。ビートライブ TV。